やっと休憩できるよ。たくさん歌ったからもうヘトヘトだね。いつもより早く公園に行ったのに、気づいたら夕方だったし。みんなお疲れ様。はい、ご注文のレモネードよ。あざっす。トーヤくんのが甘さ控えめよ。ありがとうございます。レモンの酸味が体に染み渡る。あっはっは、なんだかみんなマラソンした後みたいだね。ふふ、ここまでバテてるのって珍しいよね。やっほー、メイコ遊びに来たよって。みんなどうしたの？ずいぶんぐったりしてるけど。あーごめんね、心配かけちゃって。さっきまで合同練習してたからバテちゃってさ。合同練習？うん、次のイベントに向けてね。今新たたちと企画してるイベントがあるんだけど、せっかくだから時間の合う日は一緒に練習しようってことになってさ。それで今日初めてやってみたんだけど、みんなとってもすごくて。見たなんてぶっ倒れるまでやってたな。ともかくみんな相当気合が入っていたな。おかげでとてもいい練習になった。へえ、大変そうだけどすっごく楽しそうじゃん。そうね、新しい仲間とも同じ気持ちで頑張れてるみたいでよかったな。はい、あのイベントで少しだけラッドウィーケンドの空気に近づけた気がします。これもアキトがヒントを出してくれたおかげだな。さすがアキト、ヒューヒュー。なんだよその盛り上げ方。つーかまだ全然追いつけちゃいねえ。あの夜に追いついて超えるには足りねえところばっかりだ。足りないものが何かをちゃんと理解する必要があるから、そこも大変よね。この前、空気がヒントになったみたいに、また何かヒントを見つけられたりするといいんだけどね。ヒント。むむむ。あー？どうしたの？リンちゃん。私、ひらめいちゃった。そのヒントって、ラッドウィーケンドの映像を見てたら見つかったんだよね。なら、もう一回見たら、他にもヒントが見つかるんじゃない？え？ほら、アキト君は映像を見て、イベントの空気が違うってことに気づいたから、ヒントを見つけられたんでしょ？なら、それと同じように、もっと、歌とか、パフォーマンス以外に注目してみたら、何か新しい発見ができるかも。私ってば、名推理師じゃった。でも、みんなが今まで何回も見てるでしょ？今さら見つかるのかな？可能性は低いかもしれないが、しかし、試してみる価値はあると思う。え？そう？俺もあの映像を何度か見ているが、いつも歌唱技術やパフォーマンスに圧倒されてしまっていたからな。リンの言うように、意識してラッドウィーケンドは普通のイベントと何が違うのかを確認することで、何か新しい発見があるかもしれない。なるほど、なんかトーマが言うとって説得力あるな。ちょっとね、それどういう意味？まあ、冗談だってば冗談。ほら、二人とも仲良く仲良く。それじゃあ、改めてみんなで見よっか。ミクたちも一緒にどう？いいの？見せてもらうタイミングも経ちちゃってたから嬉しいな。レンもリンもとにかくすごいしか言わないからよくわかんなかったしね。
そういうことなら、感想会にしましょうか。前のイベントで使ったスクリーンがあるから、それに映すのが良さそうね。やったー！みんな、一緒に準備しよう！それじゃ、再生するよ。感は来るだね。圧倒されるっていうか、霧の中にな。でしょでしょ。俺も最初聞いたときびっくりしちゃったよ。まさかこんなにすごいなんてね。体がうつうつしないよ。もうみんなしーはーい。まったくみんないつでも賑やかなんだから。ふふ、そうだね。それに比べて小羽たちは、いつも歌ばっかり注目しちゃってたけど、今日は瀬戸りを意識して見てみようかな。最初の一曲のたったワンフレーズでライブハウス全体の空気がガラッと変わって、そこからはもうぐいぐい引き込まれていくんだよね。お客さんをちょっとでも飽きさせないように、曲のつなぎもすごくスムーズで。でもやっぱりこのナギさんっていう人から目が離せないな。ライティングもすげえな。これのおかげで、さして大きくない箱がとんでもなく雰囲気のあるステージになってやがる。そんでその中心にいるのは、この人の観客を引きつける力の正体は歌唱力なのか。いや、だがそれ以外にも何か関係しているような気もする。彼女を中心に熱狂と何か他の感情が渦を巻いているような。これはもしかすると、ヒント。ああ、ダメ。見入っちゃう。今は冷静にヒントを探さなきゃいけないのに。にしても、ラッドウィーケンドは本当にすごいな。何回も見てるはずなのに、見てるだけでドキドキして、気づいたら、もう虜になってる。で、どうだ？何か気づいたことはあったか？すっごくかっこよかった。ヒント探しはどうしたんだの？だって気づいたら夢中になっちゃってたんだもん。リンちゃんらしいな。でもその気持ちわかるな。私も最初見たときそうだったし。だからこそ伝説のイベントなわけだしね。ヒントと言えるかはわからないが、一つ感じたことがある。お、なになに？気のせいかもしれないが、参加者全員の歌声の中にどこか寂しさを感じたような気がした。寂しさ？ああ、なんとなくだがな。みんなすっごく盛り上がってたのに。もしかしたら父さんたちがこの後解散したからかな。あの日ステージに立ってた人たちは、これが父さんたちの最後のイベントだってみんな知ってたのかもしれないな。あ、
マダーの最後のイベントだから、すっごく気合い入れて歌ってくれたってこと？そういうことなんだろうか。まあ、最後だから必死に歌ってたってのはありそうだが。ただ、それだけであそこまでのイベントができたかというと、まだわからないな。必死に歌ってたって言えば、最初にソロで歌ってたナギさんがすごく印象的だったな。それで、なんとなくだけど、このイベントの中心にいるのはタイガさんの妹さん、ナギさんなのかなって思ったよ。あ、小羽も、実は私もちょっとそう思ってたんだ。確かにな。それは俺も感じた。ラッドウィーケンドの空気は、一曲目から他のイベントと違う。つまり、あの空気を作ったのは、あのナギって人なんだろうな。そうだな。この前のイベントで、俺たち全員でどうにか作り出したあの空気を、ナギさんという人はたった一人で。しかも、イベントの一発目の曲で、生み出していたようにも見えた。うん。しかもそれだけじゃなくって、ナギさんが周りの人をいい感じにやる気にさせてるみたいに見えたんだよね。うちの父さんとタイガおじさんも、登場した時は力入った顔してたけど、ナギさんが声かけたら、少し肩の力抜けてたみたいだしさ。あのナギさんのパワーは、本当にすごかったよね。いつ見てもかっこいいなって思うよ。あ？そういえば、アンちゃんって、その、ナギさんっていう人と知り合いなんだよね。うん、そうだよ。私がすごく小さい頃から面倒見てくれてたんだ。父さんやタイガおじさんと一緒によく歌の練習を見てくれたりして。あの頃は本当に楽しかったな。ねえ、アンちゃん。よかったら、その時の話、もうちょっと聞かせてくれない？え？ナギさんと練習してた時のこと？うん。ナギさんのことがもっと分かったら、ラッドウィーケンドのことももっと深く分かるんじゃないかなって思って。そうだな。俺からも頼みたい。ナギさんという人が、ラッドウィーケンドの中心人物だとしたら、知ることには、とても大きな意味があると思う。だな。それに、あれだけの歌を歌えて、ケンさんやタイガさんと肩を並べてた人がどんな人なのか、個人的にも興味がある。うん。私もそこは興味あるな。聞きたい聞きたい！ナギさんについて、か。話すのはいいけど、どこから話そうかな。それじゃあ、あの時のこととかどうかな。ナギさんは、本当に、いつだってかっこよかったんだよ。